マッサーでございます。年末でございますね。もうね、今日はもう寒い冬ですよ。もうメリークリスマスというわけで、師走も師走で、年末も年末で、1年動画なんとか頑張って出してきましたけれども、どうしたの？あ、はい、ケムチャンネル7が、はい、ケムチャンネル7じゃねえよ、ケムチャンネルが、はい、ケムチャンネルが登録者数1万人一応ね達成したということで、はいはい、もう今年は動画出さなくていいでしょ。もうね、だからもう撮る気がないので、ああこれ以上出すことないでしょ。本日はですね、はい、この動画を持って、まあ1年お疲れ様でしたと、はい、いうのと、ご視聴ありがとうございましたっていうご挨拶と、はい、と返させていただきたいと、まだ結婚式引いてる感じがあるけど丁寧な感じが、丁寧な感じ、後遺症がね、そんなわけで、はい、今日はですね、あの中洲の出会い橋というところからお届けしておりますけれども、地面に、はい、使いつくばって撮っております。はい、もうなんか謝罪してるみたいな、感じになってますが、地面に入ってしまったわけですね。はい、今年1年、はい、皆さん振り返ってみてどうでした？どんな1年でしたか？そうですね、僕はまあなんだろうな、星星が入ってからの、まあ、2枚目のアルバムを出せたということで、はいはい、出せてるんですよね。出せてますよ。出せてるはずですよ。出せたということでですね、まあ、あのその1枚目とは違うこのさらにこの3人での結束力がガッとなったアルバムやなと思うことができたってところがね、一番収穫やったかな、今年1年のと思います。アルバム作れてよかったねってことですね。しかもこうなんならね、もうそのビートツ史上一番いい出来なんじゃないかなって思うようなねアルバムができたってところがですね、確かに、確かに今年一番収穫なんじゃないかなと思います。僕は星星はどうですか？星星はですね、今年はですね、おめでとうございます、結婚ね、結婚ね、結婚式に追われて追われて追われて、正直活動的な活動、活動的な活動、足引っ張ってばっかり、足引っ張ってばっかりして、もうその中でもね、頑張って頑張って出したあのトラックとあのトラックとあのトラックがですね、はい、アルバムになったんでね、もう僕はもうそれでいいかなと思っておりますよ。というのが、まあ、1年。という1年でございます。結婚式に追われた1年だったという、そういうことでございます。半年ぐらい追われておりました。やっと終わりましたね。KMCC は、KMCC はどうでしょう？私の1年はですね、後役、まあ、いわゆる後役だった役年の今年ラストなんですよ。今年入ってから初めて入院したりとか、そうだ、人生初の入院ありましたね。これが役年のパワーだと、そう、ね、もう怯えに怯えどっかで俺本当に死ぬんじゃないかと思ってたんですけど、まあ12月この師走までね、でもね、なんとか生きてこれた、で無事にアルバムも作れた、もう言うことないよ、別に死んだっていいよ、死んだっていいけど、死んだくはないけど、なんだけなら死んだくないけど、でもそのぐらいなんかいろんなね、なんかこう初経験もしたし、楽曲の作り方としてなんかこうチャレンジした部分もあったりとか、こう星星と一緒に交互に曲を作っていくっていう新しいこともしたし、新しいこともできた、新しいことも経験できたし、面白い一年やったなっていう。で、役年後役やけど、あんまり悪くなかったな、結果ね、振り返ってみれば、ね、ビビってた割にはね、もっとなんか骨が折れるとかさなんかね、大きな怪我とかするかなと思ったけど、別にそういうこともなく無事に過ごせたんで、まあ良かったかなとは思ってます。そんな1年でした今年とはまた違った動きを見せていけるんじゃないかなと思っております。来年こそ飛躍の年、そうです。まずは14日、1月14日、はい、東京のライブ来れる方は来ていただいて、そうですね、
なかなかやっぱ年明けって忙しい時期なんで、確かに、ね、予約無理してちょっと休まなきゃいけないのかな、まあ、前日曜日ですからね、なんていうんですか、取り置きしにくいなと思う方は全然当日に来ていただいても構いませんけど、できれば行きたいですっていう気持ちだけ伝えてくれると非常に助かりますというのと、まあ、年内僕らの最後のライブが、あ、そうですね、はい、そう12月29日ですね、親子通りのヘルツという、親子通りではないですね、親子にあります、はい、ヘルツという箱で、バーですね、バーというか箱、ね、箱って言いましょう、はい、箱でやりますので、我々ハイドアウト、レベルファイブシーズプレゼンハイドアウトっていうのでやりますので、はい、これが僕らのライブを収めるとされますね。ですんで、よかったら、まあ、お近くの方はぜひ遊びに来てくださいという、はい、動画でございました。ということで2023年大変お世話になりました。来年もよろしくお願いしま す。ということで、いよいよ私もビートスクールでした。バイ。寒いな。寒いね、寒いね、鼻水と